令和6年度からですね新しいモデルコアカリキュラムになります。まあ、正式には薬学教育モデルコアカリキュラムと。医療の状況非常に大きく変わって薬剤師のまあ、職能に対する社会の要望も大きく変わったということでかなり大きな変化になっています。それに対応するためにはですねこういろいろと大きな学内的にもですね教員の。 資質ですとか、それからどんな教員が必要かということも含めてですね、教育内容を大きく変えなければならないと考えてます。で、歴史的に本学6年生開始する前はですね、360人、薬学科360人だったんです。ですからある意味でそこに戻るということが言えるかもしれません。 まあ、当初の360人に回帰することで、まあ、教育のインフラ、まあ、教室とかですねのそれはもう十分受け皿があるので思い切って60名増員しよううとということですそれとともにです、ねまあ、あの地域枠入試制度っていうものを開始するわけなんですね地方には、まあ、医療過疎という問題がですねずっともう問題になってます。 で医師についてはもう30年も40年もやってるんですけども結局具体的に何も解決しないような状況で薬剤師についてはです、ね、それすらないんですねそれで、まあ、今回増員に際してですねまああの、まあ、本学単独でということになるかもしれませんけれども、まあ、何かやっぱりそれについても貢献したいと。それで6年間 授業料相当分をですね、えー、奨学金として、えー、まあ還元するというようなことでですねまあ国公立の大学と、えー、行くのと同じぐらいのあのなんて言いますか負担で本学に来てもらえるような制度にしたわけですまあこれはあの当面はあの薬学校のないあの県 14件日本にあるんですけれども、まあ、この出身者の方を対象にして、まあ、始めてみようと、まあ、定員は10名,10名です、まあ、ですが、まあ、年に10名かもしれませんけど10年続ければ100人になる一私立大学の小さな貢献かもしれませんけれども、まあ、そういった形で、えー、医療人の地域偏在というものに何か貢献できないかということで、まあ、増員の中でですねまあ,あ 表現したわけです本学では6年生の教育が始まった2006年からですね独自の実習7つのコースっていうのをやっています。これはどんな内容かというと外部でのその実習を行うカリキュラムを選択必修つまりどれかを必ず取るという形での教育で行っています。そうすることで、まあ、卒業後 病院に勤めたい薬局に勤めたいあるいは企業で医薬品の開発に貢献したいとそれからもう少しグローバルな、まあ、特に外資系のですね、えー、製薬企業ですとかそれから臨床開発の企業ですとかいう方向に結びい行きたいとかそれから伝統的な医療、まあ、漢方とかですねこういう方をもう少し、えー、深く勉強したいというような方がですね 標準実習に加えてそういった方向性に特化した現場での実習病院ですとか薬局ですとか企業ですとかの実習をできるようにしてあるんですねそれでで週間なんです、ほぼですからあの標準的な一般の実習の22週間に比べとかなり長いと言えますえところがですねそれじゃあ日本のお医者さんはどれぐらい実習してるかというと平均ですけれども52週間ぐらいだと言われてます で海外の薬剤師さんはどうかっていうとこれも国によって違いありますけれども例えばアメリカですと423週と言われてます平均的に。ということは、まあ、日本でも6年生教育になって、えー、長期の実習だと実習長くなったということに言われてますけどまだまだ国際的に見ると短いしお医者さんと国内でお医者さんと比べてもまあ半分以下なんですね。 これはですね、やっぱり将来的に薬剤師さんがもっと医療の中にで貢献していく、深く深く入っていくチーム医療の中に貢献していくということになると、やっぱり足りないと言わざるを得ません。それで新しい増員したカリキュラムではですね、もう少し長く4つの新しい特別実習コースを行いたいと考えています。これは具体的にはですね、先端医療コースですとか。 それから薬学データサイエンスコースですとかそれからグローバル薬剤師コースとか感染症薬剤師コースというようなコースですこれはそれぞれですね新しいモデルコアカリキュラムで新しく付け加わったところまたは 強調されたところ従来よりも強調されたところにですねちょうどフィットするような内容になっています。標準実習があって本学独自の実習があってその中終わった方からさらに選抜されて当面50名ぐらいを考えてますけれどもさらに行うというようなコースと考えています。まあ、そうすることによってです、ね、新しい、まあ、薬剤師のの職能の 今拡大される方向性のところにです、ね、よりフィットしたような学部教育ができるんじゃないかとそれとです、ねまあ、医師の、まあ、比較でいうと医師の教育はもうずいぶん前からですね学部教育から卒後の、まあ、いわゆる早期研修後期研修そして専門医っていうシームレスなです、ね、教育の流れができてるんですね。まあ、薬剤師は残念ながらそれできていません なので卒業と専門薬剤師いろんな今専がん専門薬剤師とか感染症その他たくさんありますけれどもシームレスに専門薬剤師につ,つながっていくような流れを作れないかというふうに考えてます、まあ、それがその表現がその4つの新規の特別自主コースとということですね本学の特徴としてはですね薬剤師を目指す、えー、薬学科、まあ、増員されて360人と それから研究者技術者を目標とする卒業の、まあ、目標とするですね薬科大学に入ってくる学生さんの中でやっぱり研究職ですとかそれからまあ技術職というようなものを目指してくる人がいることとそれから4年生の生命創薬科学科の上には大学院これは長い歴史がありますけれど大学院があって。 大学全体のアカデミズムっていうかですね。その研究のレベルを維持するために、やっぱり大学院をですね。捨てることはできないと2006年からですね。16年間2学科並立でやってえ、非常にうまくいっていると思います。まあ、当初はあの4年生のまあ、いわゆる薬剤師の士官が取れない。学科がちゃんと成立するかどうかっていうのは、まああの危惧する人もいました。けれども。 今までずっと入学定員もですね、就職率も非常に高くあの保てていますので、まあいよいよ我々としては自信を持ってですね、これを使い続けていきたいというふうに考えているわけです。大学教育においてもですね、最近はあのサステイナブルディベロップメントゴールズっていうまあ略し略して S.G.D. と S.G.D.s というまあ言葉がよく使われます。技術の発展っていうことがまあ環境や まあ、地球全体にですね必ずしもいい影響ばかりではないんではないかとということが意識され強く意識されるようになりました。環境への配慮を行った科学研究というのが求められてるわけですね。まあ、これに合わせてですね、えー、大学のホームページでも示しておりますけど、まあ、掲載しておりますけども各、えー、研究室での研究いかに、まあ、あのそういった環境それからまあ まあ、いわゆる SDGs を配慮したようなです、ね、関係づけて行われているかっていうのもまあ後悔してですねいるところです。まあ、学生もですねそういった卒業研究等に関係する中で SDGs へのですね、まあ、考慮っていうか配慮が学べるものだと考えてます。薬剤師の未来についてもですね まあいろいろ最近いろんな意見が出てます。まあ厚生労働省の薬剤師数の需給予測では今のままだと仮に今のままの職能が続くと過剰になるんじゃないかと言われてます。が、まあ、一方政府ではだから物から人へ薬剤師さんの職能を拡大しましょうと言われているわけですね。それで薬局から在宅へ病院ではすでにもう 薬剤部から病棟薬剤師業務へ仕事を拡大しようというようなことがぶん前から行われて、まあ、専門薬剤師というものができて、まあ、医療への貢献はずいぶん大きくなったと思うんですけどもこれから、まあ、いわゆるあの調剤薬局ですね調剤薬局の薬剤師さんの職能が薬局から在宅へ地域へっていう、まあ、厚生労働省のような地域包括ケアシステムというの,の中に、まあ、組み込まれていく。 その中で活躍していくっていうような方向性の動きがあると思うんです。もうちょっと考えると、医療の中で薬剤師としてのまあ、知識とか能力があれば、できるはずのこともまだまだ広いんじゃないかと思います。そういったものを開拓していくっていうようなことがあれば、まあ薬剤師さんの薬剤師のまあ,あの受給族っていうのがですね、ある意味であの。 もっと必要数が出てくるんじゃないかと思います。まあそれを作っていくのはまさに今の学生だと思うんですね。まあそういう希望を持って教育に当たっています。まあ本学では従来からですね、入学してもらった学生にはですね十分な教育をして出口まで責任を持って教育するという方針でやってきました。 私立薬科大学のまあ務めとしてですね、まあ、国家試験は最終的なゴールですのでここに向かってしっかり教育していくとで国家試験の結果もそ,のそういった結果が現れて非常に高いまあ合格率を誇っています。最近問題にな、まあ、話題になっているようなストレート合格率いわゆる まあ入学した後一度も留年することなく卒業してそして第1回目の国家試験で合格するというのをまあ通称ストレート合格率というんですけれどもこれも高い値極めてて高いい値を保っています最新の値はですね来年の1月ぐらいになると公開されると思いますけれども是非注目していただきたいと思います。生命や科学ででもですね あの大学院の進学率は学内7割ぐらい、まあ、学外の大学院10あの1割ぐらいということで合計まあ8割80%の学生が大学院に進学して、えー、製薬とか化学とか食品関係の、まあ、技術職や研究職につけています、まああの就職率はほぼ事実上ほぼ100%ですので。 これ非常にうまくいっていると思います。まあ、こういった流れをですね。今後とも続けて。本学卒の。研究者技術者として、社会で、えー。貢献していく人数を増やしたいと考えています。薬学部を志向する学生の一般的な技術として。真面目な学生さんが多いです。しかし、まあ、本学ではですね。真面目な学生さんももちろん大歓迎しますけれども。少し。 従来のです、ね、薬剤師や研究者技術者の殻を破って新しい世界を創造してくれるような元気のある学生を求めています。是非振っててて受験してみてください春に、えー、たくさんの学生さんが入学していただけることを、まあ、期待してます。